考書メソッド。参考書の効果的な使い方を紹介します。参考書メソッド。こんにちは、マナビズムの山城です。今回紹介する参考書はこちら、ポレポレ英文読解プロセス50。こちらを紹介していきたいと思います。この参考書の収録問題数ですが、全部で50題が収録されています。この参考書の目標習熟期間ですが、1ヶ月半から2ヶ月をかけてじっくりと読み込んでいってください。次に、この参考書の特徴ですが、この参考書はむちゃくちゃ難しいです。僕自身大学受験の時これを使っていましたが、正直言って全てを吸収できたわけではないです。それぐらい難しい参考書です。この参考書をきっちりと理解して英文の読み方を吸収できたならば、東大京大といった日本最難関の大学でも通用する英語の力を身につけることができます。逆に英文解釈の力、これが不十分にもかかわらずこの参考書に取り組んだ場合、ほとんど何も吸収できないまま時間だけが過ぎていってしまうので、そこは気をつけて取り組んでください。また注意点として、この著者である西京次先生が書いた基本はここだという参考書がありますが、この参考書を終えてすぐにこのポレポレに進んでしまうと絶対に通用しないので、この2冊の橋渡しというのはやめてください。この参考書は確かに難しいんですが、非常に知的な体験ができる参考書です。それぞれの例題が難しいだけでなく、解説もかなりシンプルに書かれているため、その解説の文脈を自分で読み取っていきながら、ここはこういうことだろうかということを張り巡らしていきながら読み進めていく必要性があります。なので英語力に結構自信があるという人は、この参考書がめちゃくちゃ楽しく感じれる、そんな内容になっています。例題の中にはライオンマークが書いているものがありますが、そのライオンマークはほんまに最難関中の難関と呼べるめちゃくちゃ難しい内容になっています。なので初見でできることはあまり期待せずに、解説を読み進めて次に自分でやった時にできるようになる、それを目標に頑張ってみてください。次に、この参考書の使い方ですが、参考書は一周したぐらいでは何も吸収していないと言っても過言ではありませんが、この参考書は特に一周ではほとんど何も吸収できません。5周で吸収しきれる人もいるでしょうし、10週やっても吸収しきれない、20週で初めてできるっていう人もいるかもしれません。ただこの参考書は読めば読むほどそれだけきちんと味が出てきて、それだけ吸収するものが増えていきます。なので1回や2回でわからんといって諦めるのではなく、それなりに英語力がついているのであれば、何度も何度もチャレンジして、何度も何度も解説を読んで、この参考書に書かれている内容というのを吸収できるように努めてください。基本的な進め方は、まずは自分で SVOC 和訳を書いてみる、そして解説や模範解答と照らし合わせていきながら、自分とその回答との溝を埋めていく勉強をしていってください。基本的に単語の意味などは全く掲載されていないので、単語とかは自分で調べながら学習を進めていきましょう。そして最後に、この英文も難易度は非常に高いですが、この難易度の英文を自分のものにできたら、それだけ英語の力は上がるということなので、英文を左から右へと読み進める力を身につけていきましょう。それではポレポレ英文読解プロセス50の使い方の動画はここまでにしたいと思います。この動画が役に立ったと思ったら高評価を、何かあればコメント欄からお願いします。ありがとうございました。